はい、皆さんこんにちは。今日はこの働く車大集合というイベントですね。まだ去年も自分来てやってるんですけど、今年もまたね来させてもらってます。で、今日が5月の4日になりまして、このイベントは5月の6日まで開催してます。なので、一応軽くですね、どんなことをやってるのかというのを紹介がてら撮っていきたいと思います。で、主にこういったラッピングトラックとかですね、あとは日通さんとかね、看板入った車もありますし、あとセノプロの車もあるし、不純油ではスカニアを出してると。そんな感じです。で、ちょっとこの辺からパッパッパッと見ていきたいんですけど、これがデザイントラック森脇でね、森脇レーシングを PR するトラックってことです。なのでこう横がこうラッピングでこう、森脇レーシングをこう宣伝していると、そういうことですね。これこういうトラック、新生トランスポートさん、新生運輸さんの車ですね。はい、でこちらもこれはセノプロのトラックで、こうねちょっとこう奈良県のこう PR をしているような、ね、トラック、これね今西物流さんの車も出展されてます、ね、この宇田市の PR とかねやってます、でこちらも新生運輸さんですね。一応こういったデザイントラックということで、こういった感じでね、こちらは四日市市ということになってます、こちらもそうですね、町の PR って感じですかね、でこちらも松坂市のこうトラックですね、こんな感じで町のこういう PR トラックがこうずらっと並んでるというのと、あとこちらはクレーン付きセルフローダー車ってなってます。なんで、クレーンがこれついてるセルフローダー車、これが多分足がこう伸びてこう、そういったトラックです。あとはこれコンテナダンプ車、海上コンテナを持ち上げると、いうそういうトラック。で風がねちょっと強いんで、ちょっと音がねこう割れてしまうかもしれないんですけど、ちょっとねそこご了承いただきたいんですけど、いつもねこう風が強くてこうしくじるんで、はい、こちらエアサス低床ソーダトレーラーということですね。なんでこう荷台部分が低床になっているトレーラーですね。でこちらは不純油で出してますスカニアの10輪単車ですね。これは以前自分もね動画でこう白箱のやつはね出しましたけど、それの不純油仕様になってる車ということです。スウェーデンのトラックと、スカニアっていうのはこうあれですね、やっぱりトレーラーばっかなんで、基本的にこう大型っぽい仕様になってるものっていうのがないので、結構ね注目を集めてると、そんな感じです。今座席もこう開放してますんで、乗っていただくこともこう可能になってます。でこちらね消防車とかね、でこちらはキャットさんのねこういうちょっとこうユンボみたいな、なんて言うんだろうな、こういうショベルカーとか、そういうのですね。とにかくねこう小さいお子さんが多いです。やっぱ家族のねこう、親御さんも楽しめるし、お子さんも面白いっていうようなね、ちょっとお母さんは暇かもしれないですね、でもここは鈴鹿サーキットなので、あちらに観覧車とかあったりとか、アミューズメントパークも使ってるっていうか遊ぶことができるんで、いろいろね楽しみ方はね結構膨らむと思います。でこれも除雪車とかね、雪をどけて車が走れるようにするということなんで、このねシールドみたいのでこう雪をかいてくるっていう車ですね。これはねあんまりこんなでかいシールドの見たことないけど、これ随分でかいですよねシールドはね。こういったシールド大きいやつとか、これなんだ、標識車、危険な注意を知らせるとなってます、車が安全に高速道路を走行するために必要な情報をモニターに表示してドライバーに伝える車と、いうことですね。なんで、よくある看板のトラックみたいなね、そういうのですよね、でこっちはこういうちょっと高所作業車みたいな、路面乾燥車とかね、凍った路面を溶かすとか、すごいですね、こんなの見たことないな。なんかこの中でやるんですかね、こう温めるのかな、なんかねそういうやつとか、あとこれバキュームコレクター4トン、得意なこと、ものを吸い込む、汚い泥などを吸い取りきれいにしていく、だから道路で汚水っていうか、泥とか溜まったのをこうね吸い取ってきれいにする、
ですね。でカニクレーンで、これも足がカニみたいなクレーンっていう、うん、足がね面白い。こちらスーパーデッキ 19.7m、 人を持ち上げると、まあなんか窓を拭いたりするやつかな、あのビルとかに、うん、なんかねそんなように見えますけど違うか、うん、まあ多くの人や物をデッキに乗せて上がっていきますと。高い場所での作業だから、まあそれは別に窓拭きに問わないということですね。まあこういったものとかで、ここがイスズ新型エルフ E カーゴ、安全装置を搭載した走る止まるつながるトラック。 E カーゴっていうぐらいだから多分こうなんかエコカーみたいなんですかね、ちょっとわかんないですけど、うん、まあ書いてありますね。ニューエンジン、トラック初ステレオカメラ、PCB、 クラス初コネクテッドトラック。コネクテッドってことはまあつながるってことなんで、なんかいろんなこう、まあそうですね、こうカメラがいろんなとこついてますね。前とかフロントの部分とか、ね、ついてます。まあこういうの、まあイスズさんのね、あと大型、これギガですね、ギガのトラクターとか、まあなんかあのアイクールみたいなエアコンついてますね、あそこね、前のがついてたりとか、まあこれがねエルフ車載専用車ということで、まあ車屋さんとかが車運ぶような、まあね積載車みたいなトラックですね、うん。こちらはギガで、ギガハイデッカーってなってますね。まあ観光バス、観光タイプのバスということですね、ハイデッカー。まあハイデッカーなんで、ちょっとこうスーパーハイデッカーよりは低いということですね。まあそこしかわかんないんですけど、まあよくあるガーラっていうバスですね、うん、以前ね自分もあの仮眠室のねご紹介をさせていただいた動画を出しましたけど、まあそのタイプと同じ感じのバスです。でこれはイスズの、これがイスズのボンネットバスってことですね、うん、昭和35年式のレトロバスをリメイクしたっていうことで、まあレストアしてあるバスってことですね。ピンチョクン号、可愛く走る、ダイキンのルームエアコンのキャラクター、まあ、ダイキンのエアコンのキャラクターの PR カーみたいなねやつ。これはあれですね、フォークリフトですね、 1.5 トンの電動式フォークリフト、電気式のフォークとか、まあ、よくあるありますよねこれはね、うん、よくあるフォークリフトです。まあ高団さんですね、ネクスコ中日本さん、まあ、よく高速道路にいるパトロールカー、これとかすごい、ホイールローダー、ね、土をすくう運ぶと、トラクターショベルのうち車輪で走るもので、大きなバケットでたくさんの土を運べると、まあ要はタイヤタイプのこうね土を運ぶ、相当でかいですよこれ、1回で何トンぐらいすくえんですかね。まあ相当場がでかいんで、多分これは公道は走れないのかと思うんですけど、あとこれに普通さんの、これも変わってるな、大型トラック JR 5トン2基積み、まあ JR のコンテナを運ぶねトラックってことですね、はい、これでもなんか面白いですね、ポールトレーラーじゃないか、フルトレーラーみたいななんか感じになってますよね、うん、だからこれどんどん連結できるのかな、そんなことないですよね、そんなことはないですよね、うん、まあ2個までですよね、なわけないか、何バカ言ってんだと言われそうですけど、まあねこんな感じ。これも以前少し撮らせてもらったことあるかもしれませんね、うん、これもセノプロ号、うん、これはあの川北エクスプレスさん、ネーミッツスーパーグレートですね。これはあの以前ジャパントラックショーに出したトラックと同じ感じですかね、うん、似たような感じと、こちらがヒノプロフィア大型ウィング車ということですね、まあ、これもセノプロ号と言われる車で、はい、これも以前動画を出させてもらってます。こちらはドイツのハノーバーに持ってった車ですね。カスタムトラック、プロフィアシルバー、レース用オートバイを運ぶと、まあ、本当にだからレースに特化した仕様になってるっていうトラック、
れはスーパーハイルーフ2階建て、まあ要は不純油でよく多い感じの仕様のトラックってことですね。こうフルエアロになってて、多分こう中もまあレーシングカーとかバイクとかそういうのを運べるような、ね、仕様、特注の仕様になってるということですね。まあなんでこう後ろとかもこうちょっとこうゲート、パワーゲートがついてます、大型のね、だいぶ大型のパワーゲートですね、ついてます。まあこんな感じでトラックはまあこの辺一体ってことですかね、こちらはボルボトレーラーヘッドとなってます。まあ、これもヘッドだけの車ですね。こんな感じで結構こう変わったものがいっぱいついてますね。こういうのとか、これも多分ヨーロッパとかでよくついてたりしますね。コーナーを見極めるというか、あとはこういったちょっとポジションというか、この照射するのも LED の、ね、でっかいやつ、結構ね値段もお高いって聞いたことありますけど、こう上にもねこうついてます。まあ、こういったちょっとヨーロピアンカスタムっていうような、この前にねこうマットガードもこうついてますね。こうよくこれスカニアとかでも海外のトラックはこう前にもねこうつけてたりしますね。ね、ちょっとお子様向けのこうボール、エアワイドトラックって、多分トラックをかたどったボールプールですかね。まあこういうの料金無料で楽しめたり、まあ一応タイムスケジュールっていうのがこちらに貼ってありまして、まあ本日はこの4日、5月の4日ですねになってるんですけど、まあ6日まで開催されてます。でまあ10時からね、こうタイムスケジュールがこう書いてあります。まあ結構こうね、小さいお子様向けのものが多いんですけども、キャタピラーズスペシャルパフォーマンスだから、多分あのちょっとこう重機みたいのがなんかねやる、動いたりする、こうアームが伸びたりやったりという感じですかね。でこれがプッチキッズとハイポーズ、働く車とコラボレーションだから写真とかですかね、写真撮ったりかな。でこの辺ははしご車の効果実演、インパルス放水実演だから、まああの消防車とかの水出したり、はしご車伸ばしてくれたりとか、で本日はこれあのパレードやりましたけどね、4日だけあのレーシングコースを働く車で走りますというパレード、キャタピラーズスペシャルパフォーマンスは同じですね、これね、これがだから時間2回やるってことなのかな、それぞれ、これ違うな、運搬車両パフォーマンス、三重県トラック協会、三重県トラック協会の、まあ、会員協会に入られてる会社さんのトラックがなんかパフォーマンスをすると、またこちらも放水実験ということで、まあ、実演もねいろいろとする。でこちらもこの救急車っていう、まあ、サーキット用ってやつですね、普通の救急車とは違う、これがレスキューカー、レスキューカーってことですね、まあ、要はここにあるのはあの鈴鹿サーキットの要は救急車だったり、レスキューカーだったり、あとこれセーフティーカーってやつですね、まあそういうのもちょっとねこう上のこうなんて言うんでしょうね、これパトライトっていうのかな、すごいですねこれ、まあねこういうちょっと普段やっぱりこうあまり見ることのできないようなねこう車もこう展示してあったり、あとそうちょっと今飛ばしてしまいましたけど、このジュークのなんでしょうねこれ、雪道を走るって書いてありますね。レスキュー車両の走破性をイメージしたこの車は雪道でも走行できる三角形の、まあ要は雪道とかのねレスキューをする車ってことなんですかね、こうねちょっとスキー場とか雪原地帯みたいな、まあそういったものとか、まああとこちらはなんだろう、オーテック GTR、 まああの GT、 スーパー GT とかに使うような GTR ってことですね。まあ、こういうのもねこう並べばこう乗れたりとか、あとはまああのショップがあるのでちょっと見てみましょうか。で今同時開催で多分今あのコースの中はレーシングカーとかレーシングバイクとか走ってたりとかね、そういったのも同時並行で行ってます。でここはこう働く車のショップなんで、まあこうちょっとミニカーみたいなね、ショベルカー、キャットのこうミニカーとか、まあでもなかなかこう車でもこう働く車みたいなのにこう特化したこういう靴下とかこういうものだけが売ってるってことですね。だから普通の乗用車とかはないってことです、ね、こんな感じで、まあちょっとねお子さん多いですけど、まあねこんな風に
売ってたりとか、あとミニカー釣りとかでなんかこうなんかで、ね、釣り上げるんですかね、まあ、こういうのとか、まあ、やってます。まあね、ちょっと今簡単にぐるっと回ったんですけど、まあ一応働く車だけでもまあこれぐらい出てる感じです。うん、目印としては、まあ、観覧車があって、観覧車から降りてきたところっていうんですかね、まあ要はもうメインのこう、もうここがコースのメインのストレートなんで、そこにまあメインしたところでやってるということですね。はい、まあね、ここまあね5月6日まで開催されてるのでね、子供ね連れの方でも、まあ家族連れ他ねカップルの方とかでも楽しめると思いますので、まあね来ていただければなとは思います。まあ、あと向こう側ねこう遊園地あるんで、あとカートとか、あとミニバイクみたいなとかね、まあいろいろあります。これなんかなんですかね、バックホー林業用バーベスタ、枝を払う木を切る、あ枝とか木を切る用のねアームがついたショベルカーみたいなね感じですね。ちょっとねどんどんこれ飛ばして歩ってるんで、ね、どんどんおこれ紹介してないっていうのがちょっと後から出てくるんですけど、これは日通さんのね、通さんのこうトラックね、新型のこれクオンで、こうやって乗ることができますね、運転席とか。まあ、なかなかこう普段やっぱりこうトラック見ることはあっても中に乗ったりとか、まあ、できないので、まあね、そういったのも、まあ、お子さんもそうですけど大人の方でもね興味ある方は楽しめると思いますので、まあ、ぜひね時間ある方は足をね運んでいただければなと思います。はい、まあねそんな感じで、紹介動画になります。またねいろいろ企画して撮影させていただきますので、お時間ある際ご覧いただければありがたいです。はい、それではね次回までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。